の YouTube 対決をライラックサポートチームでやります。元気さん、元海外サッカー選手、よろしくお願いします。よろしくお願いします。片尾さん、元 J リーガーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。K さん、元アイドルです。どうも、一人です。よろしくお願いします。少し関係ありません。高橋さん、海外プロバレーボーラーです。下川さん、カバディ日本代表メンバーです。素人の僕です。すごいっすね。素人なんで、ちょっとみんなの力を合わせて頑張りたいと思います。で、相手はわーわーわー、ガチで練習してますから、もうなんかガチすぎませんか。ガチすぎますよね。僕たちでもちょっと今回はドッジボール対決と PK 対決とあのフットサル対決をやる形で3本勝負です。皆さん、よろしくお願いします。全員ドッジボール現役選手で、はい、日本代表を経験している選手が僕と、はい、右から2番目の野下佐藤選手、関東一球が速い、後藤遥香選手。何キロくらい出るんですか？一応記録上109キロです。109キロ。千葉県の篠原健生と申します。ビューというドッジボールの普及団体で活動しています。改めてお願いします。セコーズと申します。同じくドッジボールの普及に、頑張っております。よろしくお願いいたします。神奈川県から来ました小林源です。よろしくお願いします。同じく神奈川県から来ました小林大と申します。よろしくお願いいたします。同じく神奈川県から来ました山口和人です。よろしくお願いします。同じく神奈川県から来ました後藤遥香です。よろしくお願いします。埼玉県から来ました野下左近と申します。よろしくお願いします。県政と同じチームの山崎優と申します。よろしくお願いします。 PK 対決を始めます。ボールに確かに超速いの。もうちょっと見せて最終にシュート。PK 対決をやっていくんですけど、まあ、僕らは普段投げるボールを取ってるわけですから、まあ、来たボールを弾くくらいはできるんじゃないですかね。どうですか？いやでもこっち J リーガーいますから。J リーガーですよ。まあ、そこをちょっとはっきりさせるために勝負をつけたいと思います。そんな簡単じゃないですからね。甘くないですからね。早速やっていきましょう。はい、甘くないですからね。サッカーボールめちゃくちゃ速いんで。聞いてます？速いんで言葉攻め。めちゃいきます。
バレー選手だから下強いけど上ちょっと苦手かもしれない。まだ出さなすね。揃えてるんでどこが強いですよ。おーおーおお。戦場で戦場ね足ね足チェックしてるみんな。叩きてるよ。はい。いいっすか。左上。左上。うわあ！左上。左上。左上。うわあ！うまい。うまい。今のうまい。やられた。そういうやつ。やられた。どうぞ行きますか。さすが日本代表。おぉ、これ行くだけはドッジボールが上に行くドッジボール。よし、お願いします。おぉ、これ止めれんすよ。怖い怖い怖い。うわぁうわぁバレー選手です。同じ感じで助走つけていいですか。どうぞ。誰も行かないんだったらもう行く。
しゃ7本目決めてやばい、選手権思い出す結構緊張しますよね。選手権出たことないですあれ選手権思い出したのは何て話した予選を予選はねアスリートオールスター選手のドッジボール対決ということでやっていきます。